はい、望月凛です。今回は世界的に有名な自然療法士であるアダムスキーさんの書かれた腸が全てを解説していこうと思う。最近腸の調子はどうだ？なんか最近調子悪いんですよね。すぐに下痢するし。昨日何食べたんだ？ピザです。あとフルーツをたくさん。それは良くないな。最悪の組み合わせだぞ。いいか、腸は免疫システムの 80% を担っているし、第二の脳と言われるほど気分の浮き沈みに関係している大事な器官だ。実際便通が悪いと気分が悪いし、力も出ないだろう。肌も荒れるしな。はい、確かに便通が悪いだけでなんかその日一日がドヨーンとしてますね。大丈夫だ。今回の話を聞けばお前も腸の状態が改善されて気分も良くなるはずだ。それでは早速授業を開始する。はい。一つ目は、消化の早い食べ物と遅い食べ物を一緒に食べてはいけないだな。まずは自然療法士であるアダムスキーさんについてざっくりと説明しておこう。アダムスキーさんは16歳の頃スポーツに熱中していたが、ある日シェイエルマン病という脊椎が硬化する病気にかかってしまう。医師からはもう激しいスポーツに打ち込むことはできないとはっきり言われ、アダムスキーさんはスポーツの道を諦めて運動療法の道に進むことにしたんだ。それからどんどん治療に没頭していったアダムスキーさんは、様々な研究を通じて偏頭痛や血行不良、肥満、不眠、肌荒れなど挙げればキリがない体調の不調のほとんどが腸の状態で決まることに気づいたんだ。ほぼ全ての不調の原因が腸の状態で決まるんですか？ああ。そこである日、アダムスキーさんは体内に入った食べ物がどうなっているのかを見てみることにした。実際にレントゲン写真を撮るなどして観察すると、口から取り込んだ食べ物の種類によって食べ物の消化の速さに違いがあることが分かったんだ。消化の速さ？ああ、ほら、フルーツは消化が早いから食べてもすぐにお腹が空くだろ。はい。逆にお餅や肉は消化が遅いから腹持ちがいい。そうですね。あんな感じで消化に30分しかかからない食べ物と 4,5 時間かかる食べ物があるわけだ。なるほど。そして一つ大きな発見があった。それは消化が早い食べ物と遅い食べ物を一緒に食べると、消化管の流れが驚異的に悪くなって消化に18時間もかかり、便通が悪くなるということだった。つまり消化の早い食べ物と遅い食べ物を一緒に食べてはいけないということだな。これがこの本が一番伝えたいメインテーマだ。今日唐揚げ弁当を食べた後にたくさんフルーツを食べましたけど。それ最悪だぞ。二つ目は、消化管が詰まると病気になるだな。先ほど説明した通り、消化が早い食べ物と遅い食べ物を一緒に食べると消化管の流れが悪くなって消化に18時間もかかる。でもなんで食べ物の組み合わせが悪いだけでそんなに消化に時間がかかるんですか？ナイス質問だ。それはつまりこういうことだ。消化の遅い食べ物を時速80キロの電車だとしよう。そして消化の早い食べ物は時速300キロの電車だ。はい。この2つの電車は同じ消化管という1つの線路を走っている。本来消化の早い時速300キロの電車だけであればスムーズに消化が行われる。しかし消化の早い食べ物と消化の遅い食べ物を一緒に食べると消化のスピードが違うから、消化管の中でぶつかり合って事故が起こってしまうんだ。なるほど。消化の早いものと遅いものがぶつかるわけか。そうだ。消化管の中で事故が起こると、本来4時間しか消化にかからないものが18時間24時間かかることになる。もちろん事故になったのにどんどん食べ物を食べるともう消化管の中は大渋滞だ。そういうことだったのか。このようにして消化管の中には食べ物が長くとどまることになる。そして腐敗が起こる。腐敗？腐るんですか？そりゃ食べ物だからな、腐るだろう。腐ると腸に汚れがこびりつき、便が臭くなり、通常の10倍もの毒素が発生する。そしてその毒素が肌荒れや頭痛、不眠、血行不良などのあらゆる体の不調の原因だというわけだ。恐ろしい。アダムスキーさんはこういった間違った食べ合わせを改善して消化をスムーズにすることで、腸が生み出す毒素や老廃物といった汚れをゼロにすることを目指している。それでは3つ目は、消化の早い食べ物と遅い食べ物を具体的に見ていこう。はい。
まずは消化の早い食べ物からいくぞ。消化の早い食品として代表的なのはフルーツだ。ほぼ全てのフルーツは消化の早い食べ物だ。その他にも蜂蜜や緑茶、ヨーグルト、トマト、かぼちゃ、パプリカ、唐辛子といった食べ物も消化管を30分で通過するとても消化の早い食べ物だ。この消化の早い食べ物は同じく消化の早い食べ物と食べなければならない。だから朝食はフルーツとヨーグルト、トマトジュースなどにするととても消化にいい。完璧だ。消化管でも渋滞は起こらない。なるほど、同じ消化のスピードだからか。そうだ。次は消化の遅い食品だな。消化の遅い食品は消化の早い食品以外のほぼ全ての食品だ。例えばパスタにパン、米、ピザ、ジャガイモ、トウモロコシ、肉、魚、チーズ、卵、豆腐、ナッツなどだな。まあ私たちが食べている食べ物の大半が消化の遅い食品だ。この消化の遅い食べ物は同じく消化の遅い食べ物同士で食べなければならない。だからパンとお肉、お米と魚という感じで食べれば消化管でも渋滞は起こらない。なるほど、分かってきました。あ、でもちょっと待ってください。トマトパスタとかピザは食べてはいけないってことですか？ああ、気づいたか。実は消化の早いトマトと消化の遅いパスタは相性がとても悪い。絶望的にうまいが、その代わりに絶望的に消化に悪い。そんな、ピザ大好きなのに。大丈夫だ、トマトをピザの上に乗せなければいい。トマトのないピザなんて。4つ目はニュートラルの食べ物だな。ニュートラル？ハダムスキーさん曰く、食べ物には消化が早いものと消化の遅いもの以外にニュートラルな食べ物があるそうだ。へえ。ニュートラルの食品は一緒に食べた食品の消化のスピードを早める効果がある。つまり消化を助けてくれる助っ人みたいなものだな。なるほど。例えば油、酢、ニンニク、玉ねぎ、ナス、赤ワイン、紅茶、コーヒー、砂糖、牛乳などだな。取りすぎはもちろん良くないが、これらの食べ物を食事に少しだけ混ぜると消化を促進してくれるぞ。取りすぎ良くないね。では次は最悪な食べ物の組み合わせを見ていこう。まずはトマトソースのパスタ。食べてー。残念だが消化の早いトマトと消化の遅いパスタは最悪な食べ合わせの代表的な例だ。消化管が詰まること間違いなしだな。その他にもトマトの乗ったピザだな。ピザ生地とチーズはいいが、トマトは消化が早いから邪魔になる。つまりトマトを使わないピザであれば問題ない。あと分かりやすい例が生ハムメロンだな。消化の早いフルーツと消化の遅い生ハムの組み合わせだから、もちろん消化に時間がかかってしまう。あとはフルーツタルトだ。デザートにフルーツを使うのはよくあることだし、一見ヘルシーに見える。だが消化の早いフルーツと消化の遅い小麦粉、バター、卵が合わさるととても消化に時間がかかってしまう。それだったらフルーツを使っていないチーズケーキやチョコレートケーキを食べた方がいい。なるほど、消化に早ければ何でも OK っていうわけじゃないんですね。はあ、組み合わせが大事だ。だから焼肉を食べた食後にフルーツも絶対にダメだな。腸からしたらいらんことすんなって感じだぞ。そうなのか、健康にいいと思ってたのに。何度も言っているが、問題なのは消化の早い食べ物と遅い食べ物を一緒に食べないことだ。でもピザは我慢できないですよ。俺の大好物ですもん。ああ、アダムスキーさんもこれを 100% 守ることはできないから、できる範囲で試してほしいと言っている。できる範囲やって？調子が悪い日はトマトのないピザ、調子がいい日はトマトの乗ったピザという具合でもいいと思うぞ。次はもし食べてしまったらオリーブオイルを一口飲むだな。生きていればトマトパスタやピザ、フルーツタルトを食べることもあるだろう。それは仕方ない、人間だしな。はい。だが覚えておくべきなのは、食べ合わせの悪い食べ物を食べた後はほとんどの確率で消化管が大渋滞になって詰まるということだ。まるで髪の毛の詰まって水が流れなくなったシャワーの排水口みたいにな。もうギッシギシだぞ。ギッシギシなんですね。ああ、だから食べ過ぎたなと思ったらオリーブオイルを一口すすっておくことをおすすめしている。オリーブオイル？ああ、消化管の詰まりを解決する潤滑油みたいなものだな。食べ過ぎたなと思った時や組み合わせの悪い食べ物を食べた時はオリーブオイルを一口だけ飲むことで消化管の滑りを良くして詰まらないようにすることができるんだ。なるほど。つい悪い食べ合わせをしてしまった時やピザを食べてしまった時はすかさずオリーブオイルを一口だけ飲むと消化管の詰まりを軽減できるぞ。
7つ目は食事の間隔を空けるだな。もし消化管で食べ物の消化が行われているのにもかかわらずどんどん食べ物が流れてきたら、もちろん消化管は詰まってしまう。こんな状態で体にいい食べ物を食べても悪影響しかない。そうですよね。なのでたまには腸を休ませることが大事なんだ。そうすれば腸は自ら腸内をきれいに掃除して機能を回復させてくれる。どれくらい休ませればいいんですか？アダムスキーさんがおすすめしているのが、食事と食事の間を最低でも4時間は空けることだ。言っておくが、最低でもだからな。もっと開けられるのであれば開けた方がいいだろう。そうすることで消化管はまた快調に消化活動を続けることができる。もし朝食を食べるのなら、消化の早いフルーツやヨーグルト、蜂蜜などの食べ物にすれば1時間半で消化が終わる。そうなったら残りの時間、腸を休ませることができるわけだ。腸のためにもこういう休憩の時間を意識的に作った方がいいだろう。なるほど。じゃあ朝は消化の早い食べ物だけにした方がいいわけですね。ああ、そうだな。さて、最後は運動をしようだな。いきなり運動？ああ、消化管が正常に働かない原因は間違った食べ合わせ、ストレス、運動不足の3つだ。今まで間違った食べ合わせのことばかり説明してきたが、もう一つ非常に重要なのが運動とストレスだ。実際にストレスがかかると下痢をする人もいるしな。わかります。そんな人は運動をすればいい。運動は消化のスピードを飛躍的に速くしてくれる。実際に食べ物を完全に消化するまでには30から40時間必要だが、スポーツ選手は3から8時間で消化することがわかっている。これは運動で体を動かすことが腸のマッサージになるからだ。また運動はストレス発散にもなる。同じ食事をしていてもストレスがあれば食べたものが消化管に与える負担は大きくなる。だが運動していればストレスの解消と腸のマッサージによって消化を促進してくれるんだ。じゃあ食べ合わせと運動に気をつければ完璧ということですね。そういうことだな。ではまとめだ。消化の早い食べ物と遅い食べ物を一緒に食べると消化管が詰まる。消化管が詰まると毒素が出て病気になる。オリーブオイルを一口飲むことで消化を助けてくれる。食事の間隔を最低でも4時間空ける。朝食を軽めにする。運動をすると腸のマッサージになり消化が早くなる。だな。食べ合わせか。今まで体にいい食べ物を食べておけばいいと思ってました。はあ、それは間違いだったんだな。フルーツタルトがまさかそんなに消化に悪いとは。思ったんですが、消化の早い食べ物だけを覚えておいて、消化の遅い食べ物と組み合わせないように気をつければいいですよね。そうだな。まあできる範囲で実行していけばいい。 100% やろうとすると心が折れるからな。はい、今日はありがとうございました。今日の授業は終わり。また来てね。